こんにちは、仙台放送アナウンサーの西野入夏希です。 YouTube の新企画を始めます。題して宮城マスター検定合格への道です。全国でもトップクラスの難易度を誇るご当地検定、宮城マスター検定をご存知でしょうか。現在ですね、宮城マスター検定は1級しか存在しないんです。合格率なんと平均が 2.2%。 めちゃめちゃ難しいんですよ。年によっては178人受けて誰一人受からなかった年があると。そこで今回その宮城マスター検定に果敢にも挑戦しようと思いまして、合格までの道のりをこの YouTube で配信をしていきたいと思います。なぜ今回私が宮城マスター検定に挑戦しようと思ったかと言いますと、今仙台放送ライブニュースイットという報道キャスターとして今担当をしていますので、宮城のことを隅から隅まで全部知っていないとなという気持ちがふつふつと湧いてきまして、今回受けることを決めました。試験の予定日がだいたい11月ぐらいということですので、半年ぐらいしか期間がありません。なんとか合格できるようにこれから勉強を進めていきたいと思います。で、今日もですね、宮城マスター検定宮城県のホームページで1級のテスト、模擬試験というものが受けられるシステムがあります。で、宮城県のホームページに実はそういう検定のものがありますので、それを今日は受けてみまして、自分のレベルがどの程度なのかということを少し知っていきたいと思います。こういうふうにページがあるんですが、ここにですね、模擬テストを受けてみるという場所があります。合格ラインは正答率8割ということです。 80% も合格しないといけないのですね。ちょっとまあやってみましょう。用意スタート。第1問、若柳修理は1900年代から栗原市若柳地域を中心に製造されてきました。独特の紺色と島の出し方に特色がありますが、いやー、原材料、続いて文化庁認定の日本遺産、政宗が育んだ伊達名文化は平成28年4月に50の文化財群の構成で指定されました。平成30年度に51件目として追加指定された塩釜市内にあるものは何でしょうか。難しいぞ。ちょっと待ってくださいね。ニュースでも読んだことないな。試験を終了します。それでは25問中でもまあ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 ではないでしょうか。はい、結果が出ました。はい、こちらです。25問中10問しか正解しませんでした。もう少し学習が必要ですとありがたきお言葉をいただいております。ということで半分には届きませんね。 80% 正解しないと合格にはならないので、道のりは遠いですね。実は宮城マスター検定はですね、まあ、こういうような選択式のものが35問、そして記述式が15問もですよ。とても厳しい戦いになりますね。11月の試験までとにかく勉強して勉強して勉強していきたいと思います。ですね、宮城マスター検定には実は公式テキストというものがないんだそうです。過去問を解いて、まあ、勉強するという方法もありますし、あとは、まあ、宮城のパンフレットなどをもう熟読して覚えて知識をどんどん取り込んでいく、そういう勉強法になります。このノートにですね、宮城マスター検定どんどん書き込んで自分なりに知識をつけて試験に臨んでいきたいと思います。それではどんどんとちょっと勉強をしていきたいと思います。いくぞ。ちょっとひとまず先ほどの問題を、面白い、ちょっと
宮城県の情報を伝えるものとしては非常に恥ずかしいですが、こういった新しい発見もできますね。サメ類、続いてサンマ類、その次がマグロ、その次がサメ。はい、今回模擬テストやりましたところを復習しました。いやー、時間かかりました。真っ暗です、外。いやー、先は遠いですね。そして、なんか効率の良い勉強法がありましたら、ぜひコメントなどにお寄せいただければと思います。ぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。